野原古墳群は埼玉県熊谷市の原座、ざ、境田、宮脇にある古墳群。和田川に南面する大地上の広い範囲にかつて30基以上の古墳が分布していたが、現在23基が山林の中に所在する。1976年10月1日付で埼玉県選定重要遺跡に選定された。1962年。 再度工事に伴い野原古墳の発掘調査が行われた。1964年には立正大学が円墳発揮の発掘調査を実施した。なお、野原古墳で発見された曲がたや耳輪などが1957年10月18日付で、江南町指定有形文化財に指定された。前方部を南南東に向けて築造された前方公園墳で、 開墾によって噴景はかなり乱れていたが、発掘調査時に全長40メートル、高さ5メートル、公園部計16メートルと計測された。主体部は、公園部と前方部に横穴式石室が確認されている。公園部の石室は、南西方向に開口する、片袖型の横穴式石室である。副葬品は立ちに、鉄属19、トース3が出土している。 前方部の石室は、南東方向に開口する胴割りがある、片袖型の横穴式石室である。副葬品は立ち位置とトースの破片が発見されている。1962年の再度工事中に朝、顔形葉庭と継承葉庭が採取されている。6世紀後半の築造と考えられるが、公園部の石室は前方部の石室より古い形態である。 東京国立博物館所蔵の葉には、踊る人々や、傘をこむる、男子頭部はこの古墳から出土したとされている。ありがとうございます。